はい、皆さんこんにちは。今日はですね、先週見事に、日本代表の一員としてマジックワールドカップ2017を優勝した、原根くんにお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。はい、きっと今盛大な拍手の音が入ってるだろうか。僕はささやかな拍手。はい、というわけで先週見事に優勝まで駆け抜けたわけなんですけど、はい、まずはその世界一になった感想を聞かせてもらえればなと。そうですね、まあ率直には嬉しいの一言ですけども、まあ今すごい充足感にあふれて、でも結構長い時間3人でみっちり、まあ比較割と、まあ、これまでイベントに比べたら練習してきた方だと思ってるので、まあ準備期間が長かったってもあるんですけど、まあなのでそれがまあ報われた形になってすごいこう今満足してる状態であります。まあただそれもまあイベント終わって2、3日ぐらい経ったわけですけど、少しずつ落ち着いてきて、もう現状は次のイベント、シンガポールとかラストさんとか、まあ、その後の2月のクロスアーとかに向けて、まあ、もうちょっと先のことを考え始めている状態になってます、ね、もうすでに切り替えてる。そうですね。ちなみに今回ワールドマジックカップの前の週にグランプリに同じ3人で参加してきて、まあ、その時ちょっと結果は振るわなかったけど、はい、あの時ちょっと気落ちしたりとかっていうのは。そうですね、まあ、うまくもいかなかったこと、そのイベント自体に対してはまあちょっと反省点とかいろいろあったんですけど、逆に学びもあって、それはそのワールドマジックカップの本番にすごい生かされてて、まあ、たまたまなんですけど、はい、ブラジルチーム、パウロ・ビタ・ダ・モドラサとカルロス・ロマンチームとか、はい、マルシオのマルシャル・カルバクの、いるチームとかに当たって、うん、でやっぱ両チームとも中央にリーダーがいて、はい、でそのリーダーが指示を出すっていう系統をしっかり取ってた、うん、だからそれを見てやっぱ、まあ、大体のチームはそういう風にしてくるのかなっていうのが分かって、まあ、だったらその対面のプレイヤーが使ってくるデッキの傾向とかもうある程度こう想像がつくよねみたいな、うん、ただまあ真ん中はそのリーダーが座って、リーダーだったら難しいデッキをおそらく使うから、まあ、それにはこういうデッキを当ててみたいなのを考えて、その席順とかを決めたら本番結構それが綺麗に当てはまったりして、うん、まあ、学びを得られたという点ではその議論もすごいいいイベントだったなっていうふうに思ってます。なるほど。そんな本戦にいるようなチーム結構当たってたんで、まあそうです、まあ、本当たまたまなんですけど、うん、しかもそんなにいいラインじゃないなピームでしょ、結構苦戦してたっぽいからね。そうですね、4連勝から2連敗してピームまさかな。であと2連勝しないとプロポイントすら入らないなってところでもあるし続々とツアー本がフラグ立てすぎやなまあでも、ね、サイゲームさんに掲載されてた席決めの記事みたいなの、はいはい、見せてもらったけど、やっぱり日本が一番しっかり考えてて結果がちゃんとついてきたのかなっていう風には。そうですね、まあ、その最初のあれ結構練習したって話にも結びつくんですけど、うん、まあ、そのリオについてからも練習結構やったりはしたんですけど、まあ、リオとかそのフランスに入ってから、はい、ただ その、まあ、それまでも結構みんなで練習してきてたので、まあ構築はまあ大体これでいいだろう、うん、っていうところで、まあ、3人集まってやることはあとはそういうところに考えるのに時間を割くというか、はい、まあ、なんかその作戦立てみたいなことにしっかり時間を割けたのが大きかったかな、うん、多分なんかその直前になってデッキで決まんないどうしようとか言ってるチームも多かったと思うんですけど、うん、まあ、そんな中でもその、まあ、そういう部分にまで気を使えたのは結構アドバンテージがあったかなと思ってます、うん、他のチームが直前にやってることをもうあらかじめ済ませておいたから、違ったところさらに一歩進んだところに時間を割けた。そうですね、その現地に入って初めて分かったこと、そのリーダーがちゃんと治療にいて、うん、で恥は結構そのサポートを受けやすいメンバーがいるみたいなところをそのしっかり反映させたのが勝因になってるかなと思って、うん、ありがとうございます。はい、今回はまあチーム戦ということで、まあ、そんなもう頼りになるチームメンバー2人が横に座ってたと思うんですけど、2人についての感想というか、はいはい、普段まあ一緒に練習してるってことですけど、うん、2人はどんなプレイヤーですかね、原田から見て。そうですね、まあ、いつも一緒に練習しているとはいえ、まあ、それはプロツアーに向けたもので、うん、まあ、やっぱ本番は個人戦なので、まあ、その練習段階でのイメージとかばっかりだったんですけど、まあ、今回初めてその横に座ってもらって、うん、まあ頼もしいと一言ですね。やっぱりそのリミテッドもあったんですけど、シールドが3戦だけ、まあ、ただメインはそのチームスタンダード でそのスタンダードに関しては3人それぞれその力方向性があるデッキをそれぞれ使ってたから、まあ理解度自体は3人それぞれがあるから基本的なアドバイスはなしていこうって感じだったんですけど、やっぱそれでもこうすごいこう安心して見ていられるというか、そのまあ何も言わなくても大丈夫だろうっていうのがこうすごい感じさせてくれる安心感みたいなものがあって、それをこうすごい2人から感じることができてよかったと思います。で個人のイメージで、そのイメージというかその感想で言うと、まあ、ヤソさんについては
なんか実はめちゃめちゃ熱心で、うん、すごい練習したんですよ。ホテル着いてからもう延々と山をして、うん、今回はねかなり練習した本人がツイートしてたぐらい、ね、あそうなんですよ。いや本当にすごいですよ。もう暇さえあれば山みたいな、まあ、なんなら優勝して帰ってきたのを山をしてたまだやるっていう疲れたと思ってうつろしてたら、なんかその横でデューンってあの今のマッチングした時の音があるんですよ。それが聞こえてきて今まあまあでもいいやすやーってで朝起きて消えたら2マッチぐらいやったって言って、ああリーグ終わってなかった感じですかって、いや始めたっつっていや、ま、魔人だなと思って、やっぱその自力の高さに加えて、まあ、熱意もある、まあ、それは勝つわなっていう感じでした。結局本番でも確か安さん1回しか負けてなかったんで、安、まあ、さんもね、ナベ君もそうだけど、まあ、単純にマジックが好きっていうのはやっぱ大きな原動力というか、そうなんですよ、勝因の勝因になってるのかなと思うね、やっぱり、うん、で、まあ、ナベさんに関しては、まあ、やっぱマジック上手すぎ説というか、うん、まあ、自力がとんとん高くて、であとやっぱそのさっき話した通り、そのリーダーが真ん中にいることが多いんですけど、はい、でまあやっぱ自然的にその中央に、そのナベさんが席の B 席だったんですけど、うん、まあ、リーダー対決みたいになることって、うん、まあ、当たり前なんですけど、まあ、全く引きを取らないというか、うん、もう本当にまあ五分もしくはそれ以上で渡り合って、でしっかりねじ伏せるみたいな、まあ、その世界 の, そのトップクラス の, そのキャプテンの価格に対して、まあ、しっかりこう立ち回って倒していくっていう姿は本当にもう頼りになる男っていう。やっぱり中央に座る人ってチーム戦においてかなり大事だよね。いや存在感そのものですね、うん、やっぱその他のチームもやっぱそういうのがあったと思うんですけど、うん、まあ、自分の国においてもまあそこは変わらずというところで、まあ、中央に渡辺がいてくれるというのはすごい、うん、まあ、頼もしいですね。また安さんと鍋君の個人的なイメージなんだけど、結構投了が遅いというか、僕らだったら結構諦めちゃうようなとこでも全然諦めずに、まあ、結構そこから実際逆転したりとかっていうのが多いから、うん、まあ、やっぱりちょっと見えてるとこというか、逆転とは劣勢の時にちょっと僕らと見えてるものは違うのかなというふうに思う。はいはいはい、まあ、2人がこう結構限界まで粘るっていうのは有名で、ヤスさんは本当に諦めないですゆくゆくのものまで見たの、あ公式のライトニングスタイル、あれもよくあるな、あれもよくやってるよくやってる、ね、まあ、ちなみにその MO その練習やってた時も、そのナベさんが横で結構ヤスさんのプレー見たんですけど、うん、早く次行こうって言ったら、いやまだワンチャンあるからねってずっとやってて、で結構そっから勝ってるのも2回ぐらいあって、ナベ君でもそういうのにそういう逆転があったりするんだね。まあ、そのやっぱ練習の段階なんで、あんまり変に粘るよりはその数こなそうっていう意思も多少あるんですけど、まあ、それでもまあ一見絶望的に見えても、いやまだいけるまだいけるって言って、本当にただやっぱ練習段階からそういうことをやってるから、本番でもこう奇跡の粘りみたいなのがあったりするのもあるかなっていう気がします。逆転したことがあるからっていう経験があるから、本番でも諦めずにちゃんと逆転できるっていうのがあるよね。練習でいつもすぐ諦めてたらそうならないから、うん、練習の時点からそうやってしっかりやってると。そうですね、なんかやっぱそのまあ、あれをもし引いたらいけるみたいなことを知ってることによって、どんだけ薄い目でもそこに結びつけていくプレーが取れますから、ね、うん、じゃあ練習はやっぱりしっかり最後まで、まあ、投了子孫みたいなセバスさんとかもよく言ってる気がするけど、何が起きるか分かんないですから、うん、まあ、実際最後までやったことで得られるものっていうのも絶対あるしね、うん、ちなみに今回、まあ、そのこれだけすごい2人と組んだっていうだけでも、結構原根君としてはいろんなプレッシャーがあったんじゃないかなと思うんですけど、はい、まあ、なべくんとやすさんが本当に全くアドバイスをしてないというか、相手チームさんにいても原根くんは常に一人で、それぐらい任してもらえるっていうのは本当に信頼されてるんだなと傍から見てて思ったんだけど、プレッシャーとかはどうだった？そうですね、まあ、最初僕そのプロツアーのフューチャーマッチとか呼ばれたこと全然なくて、うん、なのでその今回ワールドマジックカップでその、まあ、注目チームっていうことで結構そのフューチャーマッチに呼ばれて、まあ、最初すごい緊張感もあったりしたんですけど、まあ、ラウンド重ねるごとに徐々になくなっていって、でかつあれですね、僕の敵役青白王子ってすごいこう結構細い敵なんですけど、まあ、盤面作って逆転してもすごい時間かかる敵で、まあ、残りの2人よりもどうしても長くゲームをしていることが多かったので、まあ、毎試合毎試合最後までやってたのもあって、うん、まあ、もうどん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 慣れていってまあだから、まあ、試合には2人とも席から逆なってましたね。そうそうこれが1対3だってツイート上がってたからあれ恐ろしい、これまだチーム勝敗消してない、決まってなかった、決まってない、決まってない、そうなんだあれてっきりもう2人が 2-0 で勝ってやらねえ、まあどうでもいい試合だからかなと思ったら、あいや全然そんなことかかってたんだ、僕の勝利にかかっているところだから、なんならそこで負けるとチーム2勝2敗で結構厳しくなるところで、そうなんだ、まあ、ただそのいた方がいいかって言われたのに対しては僕はいいって言いました、ね、うん、そのなんかいいんだったら他のチームの様子見てくるよって、はいはいはい、僕はまあ1人でも勝つ自信があってから大丈夫だって、この出来は僕が一番分かってるから、
その次のラウンドに向けてその情報を入れてくれた方が助かる。すごいね。あとその時も結構話してたんですけど、やっぱ3人いるからといって万全になるわけじゃないですね、うん、その意見の統率が取れなくなってなんかプレイがちょっとこの、うん、まあ、ちぐはぐになったりとか、あとはそのなんかトップデッキをした時とかにそのまあ1人は顔に出さないかもしれないですけど、まあ、残り2人がおっとかなっちゃったりしたとか、そのまあ、逆にほころびが出ちゃうことがあるんですね、うん、ちなみにその時もその服用デッキ相手にしたんですけど、まあ、やってる本人は結構顔に出さない人なんですけど、1人が結構分かりやすいやつであこれちょっと引いたなとか、なんかそういうのが全部筒抜けになるパターンがあって、ちょっとした仕草でもちょっと分かるよね。まあ、座り直したりとかでもさ、あの、うん、引きが強い時とかそういうのしないっていうか、まあ、基本的になんか何もなかったら、まあ、みんな不動だからっていうのは、やっぱちょっとやっぱ3人だとそういうほころびは確かに伝わりやすい。まあ、全員見てれば、まあ、何かしらこうちょっと出てきたりとか、うん、まあ、これも暇なんでもう3人喋ってるからこっちは1人でもう全部見て、まあ、見てるだけ見てるかって言ったらなんかちょっとこう険しい顔したりとか、うん、っていうことはやっぱありますね。まあ、なので、まあ、別にいるからといってプラスになるのがまあ必ずでもないということから、まあ大丈夫だよっていうふうな、まあ、1人だったりとか、まあ、そういうのを積み重なっていくうちにプレッシャーちょっと1つなくなってきました。あの2人にいてアドバイスがいらないって言えるぐらい練習したっていうのが、まあ結果に結びついたのかなと。もし僕だったらあの2人だったら聞いちゃいそう、聞いてほしいなと思っちゃう。まあ、ちなみにやっぱり、ね、なんか微妙になることありますけどね、うん、その実はその結構印象に1個残ってるところとして、その決勝戦で、まあ、その1択ずつやっていくんですけど、うん、でまだチームの勝敗どこもついてない状態で、まあ、最初に鍋さんのゲームその B の択が、はい、まあ、3本目を始めるっていうところになった時に、すごい結構難しい場面だった時にすごい長考してアタックまでして、相手がブロックに入る前にちょっと待ってって言ってこっちにこれ打つってチクリアのナムさんが僕に見せてきた時に、この男でもブレるのかと思ってそこまでもう確かにもう殴ったところまでやってるからねそこまで進めておいて今聞かれてももうそれはちょっとプレー崩れちゃうだろうと思って、うん、っていう ところもあって、まあ、やっぱその一人でやった方がそのプレー その一貫性みたいなのも出るし、うん、みたいなところもあります。まあ、そうだ、確かに鍋くんクラスでもそこでチクレがもう逆悪ぐらいのカードしかないって相手にバラしちゃうけど、うん、まあ、それが伝わってもいいぐらい、まあ、相談しちゃうってことだから、うん、まあ、他のプレイヤーだったらよりそれが顕著だよね。そのもっともっと手札をバラしたりとかそういうことが起こりうるから、うん、まあ、じゃあ結果としてはやっぱりもう本当に個々人が自信を持ってできるぐらいまで練習するのが理想。そうですね、まあ、実際、まあ、その時はちょっとブレちゃったかもしれないですけど、まあ、それ以外のところに関してはみんなそれぞれしっかりやれてましたし、まあ、そんだけやってきたから僕も結構やり込んでたんで、うん、まあ、そこは自信があっていいかなと思ってました。さあ、原根君はここまで3年計画といって3年目でレベルプロになる、そうですね、っていう計画を立てて、うまくいって最終的には去年ゴールドレベルまで、はい、行ったわけですけど、これまでいろんなカードゲームをやってきて、まあ、たくさん実績を残してきたと思うんですけど、カードゲームが上手くなるためのコツというか、うん、そういうのってあったりしますか？ちょっと質問が難しいけど、まあ、マジックに限っても、はいはい、いいと、まあ、でもちょっと、まあ、それあれなんですよね。結構始めた時から聞かれてて、うん、まあ、ただ今は分かんないですって言ってちょっと先送りしたんですけど、一つそのカードゲーム全体を通してコツだと思うことは、その理由を探すことっていうふうに考えていて、まあ、例えばそのプレーだとか構築だとかにおいても、あの、なぜ自分はその行動を取るのかとか、なぜそう思ったのかみたいな、その理由根拠みたいなものを探していくのが、あの、まあ、うまくなることだと認識しています、うん、というのもその、まあ、うまくなることっていうのはその元の自分ができなかったことができるようになっていくのがうまくなること、上達することだというふうに考えていて、まあ、そういうことが、あの、できるようになる理由みたいなものを探していくのがその上達のポイントかなと思ってます。で、それに関連してもう一個大事なのが、あれですね、頑固にならないことですね、うん、あの、というのもその、まあ、そのさっき言ったように、上達するっていうのはその、まあ、できないことができるようになっていくことだと思うので、他の誰かからもうちょっとこうした方がいいんじゃないかとか、それ違うんじゃないよって言われた時に、いや俺はこう思うんだけどとか、いやそうかなっていうふうにその、まあ、自分の考えを通すことは、まあ、現状維持みたいなものなので、まあ、その誰かから何か言われた時に、まあ、確かにそうかもとか、まあ、確かに自分のプレー取った結果負けてしまったなとかっていうふうに考えた時に、まあ、これは成長できるきっかけだと考えて、まあ、その問題に向き合っていくことが、まあ、重要になってくるのかなと。
がとうございます。はるで君結構その練習でも結構やっぱ練習でも勝ちたがる人っていうか、まあ、僕もある程度は勝率を気にしたりしちゃうんだけど、そのハレルヤ合宿とかドラフト合宿見てると結構その負け方を探してるというか、はい、負け方を先に学んでいってそこから勝つようにするようにプレイしてるんじゃないかなと、プレイというかその練習してるんじゃないかなと思うけど、そういうのを意識してる？ ありますね。結構僕最初は負けに行きますね。もうむしろ無謀と思われる時とかもどんどんやって、それはないやろみたいなところから踏んでいく方が、まあ、学びは多いかな、うん、まあ、そのやっぱ成功体験よりも、まあ、失敗体験とか学びやすいかなと思ってますけど、まあ、やっぱ練習の時は負けてた方かなと、うん、まあ、今ほど負けていいチャンスないぞと。そうだね、何もないからね。でやっぱその、まあ、負けなければイコール勝つみたいな考え方もちょっと持っていて、うん、まあ、だからその最悪のルートさえ知っていればそこに入らないように立ち回ればいいだけだから、うん、まあ、そうすると必然的に勝ち方も見えてくるかなって、うん、まあ、まあ、やっぱり練習の時勝率を重視するのがすごい良くないと思う、うん、まあ、すごい勝ちたがり君みたいなのに呼んでるんですけど、うん、まあ、今勝って何にやるんだっていうのは、うん、まあ、結構思ってますね、それは常々、まあ、なんで、まあ、今こ その、まあ、最悪のケースを知っておけっていうのも、うん、練習の時にもう全ての負け方を知っとけば、まあ、逆に勝ち方も分かりやすいと、まあ、全部だとちょっと心を持たないかもしれないですけど、でもひどすぎるやつだけまあピンポイントで、まあ、そうです、まあ、あとはその一番知っておきたい、例えばその、まあ、相手カウンター島持ってそうなところに飛び込んでみるとか、はい、まあ、そのプレーしないだと結局本当に持ってたのか持ってなかったのか、うん、プレーした結果どうなったのかとか分かんなくなるんで、まあ、プレーして、まあ、その最悪を知るみたいな、うん、そうすると、まあ、まあ、ちょっと悪いとこうなって、もう少しいいとこうなってみたいな、まあ、順を追って後で考えることができるかなみたいな、うん、まあ、確かにずっと定石に沿っていくとそれこそ学びがないよね。定石通りに常にしてたら新しいものは何も生まれないから、まあ、自分であえて崩しに行ってみたりとかっていうのは練習でやるべきことかもしれない。そうですね、まあ、まあ、その段階でまあ自分が何を知りたいのかみたいな感じで、うん、まあ、勝ちたいはちょっと違うかな、まあ、まあ確かにそうだね、まあ、今何を自分が求めているのかみたいなところを、うん、まあ、探しに行くのがいい。だから本当に練習を何のためにしてるのかって言ったら、まあ、練習で勝つためじゃなくてそこで何を学ぶかみたいな、あ、そうです、そういう目的意識を持ってしっかりやることが大切だ、まあ、例えばその MO のリーグとかに入ってその、まあ、5-0 するために入るんじゃなくて、そこで来た強いことをとか弱いことをとか。ちょっと僕今あまりに心に響きすぎて笑ってしまいました。リーグは 5-0 するために入るもんじゃないのすごく心に響きました。まあ、僕はあれなんですね、その例えばその稼げるとか、うん、このデッキは稼げるとか聞くんですけど、うん、僕その感覚はあんまりわからなくて、っていうのは僕は勝てると分かったらもう違うデッキを回すんですよ、うん、はいはいはい、もうこのデッキで学ぶこともあって、大体こういう感じだと分かったから、じゃあもっとより良いものはないかとか、うん、そういうことをちょっと見つけていくみたいな、そこは一緒かもね、よかった。確かにそれは分かる。そう、例えば5-0 3回連続してすげーってなるかもしれないですけど、うん、まあもういいじゃないかと、うん、そこまで言ったらね、そう、もう違うデッキを0したらそのデッキはもう強いよってそうだったら違うデッキを使ってみて、そのデッキに可能性がないかどうかを追求した方が、そうですね、とか、まあその自分のデッキ、その5-0 自分の5-0したデッキに対してそのデッキはいいのか悪いのかとかを考えた方がいいみたいなのはちょっと考えます、うん、ありがとうございます。とっても胸に響きました。まあ、なんでやっぱ練習は負けてなんぼかなと思ってます、うん、ありがとうございます。今プロツアー1つ目が終わって、シーズンまだ半ばというほどでもないんですけど、1つ目のプロツアーと、WMC 優勝を踏まえて今シーズンの目標なんかは？そうですね、とりあえず、まあ、今プロポイントも少しずつ積み上がってきて、まあ、昨年慣れたこのゴールドレベルをとりあえず維持できればいいかなと思ってます、うん、というのもやっぱその自分のこの目標というか、プロツアーで活躍するっていうその、まあ、夢というかを実現するためには、やっぱそのプロツアーに出続けるというこの土台が必要になってくるので、まあ、それを維持できる状態を作ることが、まあ、とりあえずの目標になってくるかなと思ってます。あと21点ゴールドまでは今年何点だったんでしたっけ？37だとしたら21点、はい、うん、まあ、まだまだ大変です。やっぱ、ね、こんだけ勝ってもあと21点と思うとなかなか先は遠いけど、あとプロツアー3つ、うん、ですね、そう、確かに遠いかまあやっぱその道のりもね、少しずつこう続けていかなきゃならないものと思う。一発してどうこうってするもんじゃないと思うので、うん、まあ、積み上げて達成できるもの、うん、そうですね、ありがとうございます。じゃあちょっと、WMC 日本からも多分多くの方が応援してくださったと思うので、はい、そういった方たちにメッセージがあれば。はい、そうですね、まあ、グランプリとか、まあ、それ以外のこの
大型イベントとかで結構この時間に声をかけていただいたりとか、まあ、あとは今回のツイッターの中にリプライとかでも、まあ、非常にたくさんの方に声をかけていただいていて、まあ、それ一つ一つがすごい励みになってます。まあ、それをね、本当にこれからも頑張っていきたいと思ってますので引き続き応援よろしくお願いします。はい、というわけで、WMC 優勝の原根さんのインタビューでした。ありがとうございました。ありがとうございました。